はい、こんにちは。プレイヤートレーデンのめちゃんとベルちゃんです。ずっとうちらもあんまりリゾートにいるのにリゾートっぽくしてないじゃん。しない。ベルちゃんにね、100円のねジュースをおごってあげる。100円のどれがいい？なんでもいいよ。マンゴー$1ジュース。やばくない？つか普通に安くない？ああ、マンゴーだよ。マンゴーね。マンゴーがいい。よへよ。じゃあ俺もマンゴー。マンゴー？真似すんなよ。ああ、まだ緑。これちょっと緑だね。ちょっと緑だけどこの色がここ完璧。まだ緑だったらちょっとなんかうん苦い。酸っぱい。そうそうそう。ピタシュだね。見て、完璧すぎる。あまりもなくね。うん、ね、ちょっと飲んで。はい。これさ、砂糖とか入れてんでしょ。やばい。市場に来ました。ちょっとマンゴー探しのマンゴー。で、マンゴーベロちゃんが美味しいマンゴーの見分け方を教えてくれます。教えてきます。もうこれもそんなに美味しくなさそうだね。なんか緑っぽいだから。これは見て色が違う。これ美味しいじゃん。これ美味しいやつ。緑、黄色、こっちが美味しい。これそれそれめっちゃ完璧だったよね。ベロより美味しいの見つけたね。すごい偉い。ハマチマン50セント50円。ベロちゃんはこっちの方が美味しいって。で、カッすごいね。はい、ということで本場メキシコ人が選ぶ、カンボジアで選ぶ最高のマンゴーの選び方。自信ある。やばい、絶対美味しい。美味しいと思います。でも日本ってマンゴー食べる習慣がないじゃん。どれが美味しいまずいとか分かんないよね。あんまり食べないんじゃない。でも海外ってマンゴーってさ、これ50円じゃん。50円だから食べようってなるじゃん。うん。でもどれが美味しいか分かんなくない？普通に緑のさ、食ったもん。そうで歩いててさ、マンゴーってさ、俺はさ、マンゴーだよいくらって100円とか20円とかね買うって食ったんや。でベロはいるってさ、いらない。なんでいらないか分かんなくて食べたら超酸っぱくて。じゃあこれがね、本場メキシコ人が選ぶ美味しいマンゴーを食べてみて。マンゴーって甘いんだ。甘いよ。酸っぱくないの？酸っぱくない。超甘い。この前緑のやつ食べたからね。何この笑顔。どうですか？本当にうまい。これ本当にうまい。絶対みんなメキシコ人とね結婚した方がいいよ。結婚した方がいい。じゃあもうレンタルしたかったら。1日5万円、3時間です。時給3万円、5万円。なんかためになったなとか、他の方法知ってる人がいたりしたらコメントください。ためになったらと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。で、他の方法とか知ってる人いたらコメントで教えてください。ありがとうございます。アディオスアミゴス。